はい、そうです。とうとう買ってしまいました。買ってしまいました、これね。カードが2枚入っています。クリアカード編のですね、コレクションガムですね。新しくこれ出てたんですけども、カードが全部で32種類もあるというね、どんだけあるんやみたいな感じなんですけども、何が出るかな、何が出るかな、タンタラタンタンタタタタンってことで、こういうのは預けると楽しみなんだよね。で、こうやって、さて、何が出るかなと思ったんですね。これ誰だろうね。これ初めてだね。まだ、クリアカード系はまだ見たことがないので、わからないですけど、どっか兄ちゃんが出てきたよ、これ。まだ会ったことないからわかんないですね、この兄ちゃんね。うん。これが出てきましたね。んだと、ほら。あ、いいね。こういうグリルが出てきた。ね、31番だってね。あ、こういうのが出てきましたよ。これなかなかいいんじゃない？なんていうの？これ、100円ぐらいで買えたかな。うん。でもまあ、なかなかこれね、すごい、やっぱりほら、クランプさんってのはね、絵が綺麗だから、それでいて、こう、なんでだろうね。このカードのこの感じがまたいいね。なんかちょっと高級感があるよ、これ。とてもじゃない、98円とは思えないんですけどね。なかなかいいですね、これね。んで、ここに、こうやってね、面白い車の絵が描いたんだけども、こうやってね、ガムです。で、この会社とコラボしたんかもしれないですね。ではと思ってですね、食べたいなと思ったんですけども、そうですね、いただきます。あら、これいちごの香りとあれだね、サイダーの味がするよ。これガムだけどなかなかいいやつですよ。サイダーとガムの香りがなかなか刺さってきました。たまたま私買っちゃったからね。でもなかなかね、食べると、まあ結構いい味ですよ。これは去年ぐらいかなんかね、売り出されたんですけど、まあなかなかね、いいなという感じで、結構な甘さと美味しさがね。マジのカードキャプターですよ。2枚もカードが入ってるっていいですね。問題こういうのって1枚しか入ってないとかっていうのがあるかなと思って、これ2枚も入ってるから、これはなかなかいいなと思いますね。どうもありがとうございました。